こんにちは、こんばんは、帝国なでしこ型アンドロイド8です。SCP 初心者の方にとって、こんな危険なオブジェクトがどうしてセーフなんだ、といった具合に、オブジェクトクラスの区分について疑問を持たれる場合が多いかと存じます。セーフと聞くと、その対義語としてデンジャラスが想起されるため、危険度を表しているものと考えてしまうのも仕方がありません。オブジェクトクラスの割り当ては、それが持っている収容の困難性及び財団職員や人類全体に対する危険性から判断されます。ですので、危険度、というのもあながち間違いだというわけではありませんが、それ以外の要素についても検討された上でクラスが決定されているということになります。この分類について、パッと一言でまとめるとすれば、取り扱いの厄介さ、でしょうか。最も頻繁に出てくるクラスとしては、セーフ、ユークリッド、ケテルを挙げることができます。セーフは、収容方法が確立されて、しっかり管理することができるというものです。ユークリッドは、現在のところ一応収容できているけれど、大丈夫だよなぁ、という感じでしょうか。ケテルは、そもそも収容できないし、このまま放っておくのもやばい、という厄介なものとなります。またオブジェクトクラスの分類は絶対的なものということでもありません。何かことがあるごとに随時更新されていきます。またスキップの中には、セーフのふりをしているだけという厄介なものもいるようです。クラス分類はこの3つの他にもいくつか存在しています。ぜひ一度、財団で公開されている SCP オブジェクトクラスについての情報をご覧ください。それでは、またミーム。